胸筋筋膜ですけど、あの親指が入るのは大胸筋から下にこう入っていきます。いい感じ、ね、しっかり肋骨の上に乗っかる感じです。鎖骨胸筋筋膜が肋骨の上にあるんで乗っかる。こっち側の手、鎖骨がこう走ってるんですけど、下の方に下縁下の方にで、こっち側の手、第一肋骨引っ掛けます。で、鎖骨側こっちに持っていきます。で、肋骨側をこっちに引っ張る。なおかつ親指はこういう感じ。それを外旋しながらいいですね。僕と一緒に外旋してください。はい、入りました。これで動かしてる。入ります。入りました。はい、入らせていきます。これだけ。